こんにちは、ルナールです。ボブです。さあやってまいりましたガンダムオンライン。今回はコンペイト、はーい、宇宙にやってまいりました。はい。ツッコミください。ツッコミ待ちなんですよ。宇宙ですね。はい、恥ずかしい。ほら見なさい、ちゃんとなんかこううまい具合に突っ込んでくれないから、すごいなんかこう画面の前で赤面してのたうちにほらここで買っちゃったじゃないですか。もうあれだから、ほら打ち合わせしてやってるわけじゃないんでね。毎度ぶつけ本番ですよ、もう。台本がいる、台本、台本がいる。台本をわざわざ作る、そんなものはいらないだろう。台本見てやってたら変だね、逆に。それはもう変ですよ、おかしいですもん。だからポップさんね、はい、あの CPU クーラーを買いましたよ。あ、そう、買いましたね、ついね。あまりにも暑いからね、何度になってたんでしたっけ。ね、エンコードで85度。前はね、すげえ、タンパク質が凝固する温度が60度なんだよ。卵焼けちゃうぜ。昔よく目玉焼きを焼けるパックありましたね。あの実際 CPU で焼いていた人がいる。いるかもしれない。かもしれない。恐ろしいですね、この夏場のクソ暑いところの中でさらに85度と殺す気かっていう。ねえ、当たった、取った。そこのテトラ待てーって、誰がどう倒したな、倒した倒した、すげー勢いで来てんじゃん。お、今マンバジのおそらく直撃を当てたのにこけなかったな、さすが硬いぜ。うん、最近はロケシュマンバズに合わせるっていうのもあるわ。あー、一つだね。そうだね。おっしゃ、当てた。なんかこうバズーカを当てるときってなんかこう絵も言われぬ喜びがありません？直撃っていう、ね、まあマンバズとかだとでかいしね、ダメージでかい、一気にアーマー半分以下みたいなね。あ、それで、これ5取りに行けそう。このまま5に、このまま5に流れる。あ、ここ開いてないよ。あっと4が取られてくる。あ、開けちゃいます。開けて、開けて。登るな。拠点を奪いました。この状態をキープできる。実はここシャッターがいっぱいあるのは面白いよね。うん、4は駆逐しきったかな。コンテナ終わった？終わってる。あとね、舞台チャレンジでコンテナ3つっていうのがあるんです。あ、なるほど。うん、なんで個人の出入りは追ってるんですけど、あと舞台ですね。まあなんかこれ流れがあるからこのまま5に行きたいっすな。ありがとう、ありがとよ。足殴られてる。あー、ネズミがきついな。あら、そうなのか。必要ですよ。ありがとよ。あれ分かってんだよね、歩兵はね。うん、まあなんていうか、ネズミのジオンっていうか、これはゴトリか、ゴトリだと思う。あっぶねー。損傷の激しいものはこれで修理を。あー、くそー、今なんかすごい格闘持ってないけど格闘振りたかった今のところで。こっちが格闘持ってないと思って、お前らどんどん集めてきやがって。こっちそー、おー、取りたい、取りたい、今行きたい。あー、人数がちょっと変わった。ディフェンスライン作られちゃった感がある。出撃する地点を選んでください。出撃する地点を選んでください。敵の本拠点を攻撃中。まあ、それで CPU クーラーを変えて。あ、そうそうそう。炎光10度ぐらい下がったな。75度か、それでも。サイズの補鉄ってやつね。鉄、うん、定番の。あー、クーラーの名前がね。うん。うんうん。
修理は任せておきなさいって。このラインを上げていきたいわけですね。でもね、うん、上でドンパチやってるよね、これ。そうだね、下側はそこまででもない、うん、で、早く踏んじゃうとどうだね、うん、大丈夫痛いんですけど、おっしゃ、撃破。もう最近なんかルナールさん次元 F の投げるのがだいぶプロになってきた。いやー、なかなか踏んでくれないか。取れちゃった。ポプソン、ポプソン、ちょっとグレネードの道を習熟しつつあるよ。おお、すごいね、そりゃ。今ね、次元 F のね、爆破タイミングがずいぶん肌で分かるようになってきた。構えてから何秒後っていうか、だいたいこの辺で投げると任意の場所で炸裂させることができるみたいなのがね、ずいぶん分かるようになってきたよ。当初からそれが目的でずっと使ってるけど、だって今だってグレネードの次元 F でちゃんと撃破したもん。これは使えるよ、武器として。やはり、ありがとうね。おっと、再び挑んでくるがいい。有用、有用ですよ。あー、ネズミ型来るね。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。ああ、そうじゃった。指示が届きました。コンテナを回収した。君たちの本当に期待する。大丈夫だ、修理は任せろ。まだまだ再生可能だ。日本の奴らまだこんな兵力。なかなかこっから前に行けないの。そうなんだよね。状態をキープできれば。まあ、5を押すかね。ただ簡単じゃないね。あんまり5に近づきすぎない方がいいかな。5はちょっと諦めた方がいいかも。今ね、一番側のほら、さっきポープさんがシャッター上げた方面あたりからアプローチしてるんですか。いかがかしら。あれ、 1X とかの方がいいですかね。うん、悔しいけど待機します。で、あー、もしくは AX? AX 行ってみます。今なんかちょっと押せそうな雰囲気がある。あ、機体がない。あ、ネズミが来てる。36秒間の正座タイムに入りました。がっかり。29 28 27 25。出たいなり出たいなり、外に出たいなり。15、あと10秒。修理をする。早く早く、5、4さ、早くして、今なら 1X かな。うん、行こう。 1X、 あ、 1X? お、うん、そっちだってことだ。無理っしょ。そうやね。呼吸器が破壊されました。は、出られるのがザク 2X。 火力は申し分なしです。火力は
今そこになんかいるな。あれ、これ上か、ね、上、下、下じゃない、上だよね。ネズチュー、あれいなくなった。どうしてもここでライン戦にはなっちゃうかな。あ、今誰か落とした。あれは入った。来ましたよ。じゃあ、エキスレダンね。あるね。行くか。行く？行くよ。数押し？まあ負けてるしね。そのために戦っているのは我々も同じ。ではポープさんついていく。あ、間違えた。ちょっと見られてます。そうだね、一緒に行くよ。うん、行くよ。来てるよ。いい調子だよ、会長会長。あ、テトラ落とされたのか。行けた。あー、ダメ。入り口入ったところでオーバーヒートしちゃいました。うん、やっぱ銃撃じゃダメか。若干ゴリ押せそうだね。次 NT1 いるけど行く？あー、じゃあ今度こっちザクだけど、よりもよければ。うん、まあトツとかネズミは回数だよね。じゃあ今度こっちが、あ、うん、また先に行くから。オッケー、やられやこっちで。オッケー、またすごい防衛されてるけど。乗りこなしてみせるさ。じゃあポークさんそっち側から頼むね。ちょっとな、でもめっちゃ見られてる。あー、ダメ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 。あー、ダメだ、ごめん。テトラに密着されちゃった。まあしょうがないかな。無駄死にしないように引きましょう。おいおいおい、逃げて逃げて。あった、追撃されちゃった。うーん、背中見せて逃げたのがまずかったっすかね。あー、取られちゃってるね、南。あらC から出ましょうか、これ。いや、1から出て。A がなんか、なんだろう。そこら辺にいる敵。 C に行くのか、敵は。こっちわかる？え、何が？ C 来てる？うん、来てる来てる。うわー、殴られてる。めっちゃやられてる。あれ、これ4取り返したんだよ。おっしゃ。敵を倒して何が悪い。あ、閉めたのね。修理をする。ありがとう。研究の成果が出た。開けますよ。研究の成果が出た。状況予測がダイレクトだ。いやダメだね。B 殴られまくってる。ふにゃー、崩れちゃいましたね。持ちこたえられマシンでしたな。異軍戦力ゲージは残り 50% を切り抜けたんから指示が届きました。自分エース機が撃破されました。ええ、うわ、さすが召喚戦。狙った獲物一匹に的を絞って絶対撃破が基本だからな。うわー、 A が来てる。ありがとう。今日拠点はいただいたよ。自軍本拠点 A が攻撃されています。指揮官から指示が届きました。あー、通路側からも来てる。そう、バグが取りに戻ります。はい、どん
いやまたアクトタクだ。カウンターもできないか。フィーバーマシンガン。うわあ、ね、また星座タイムリー空いてしまった。156秒。あ、122秒だ。でもほとんどあれですね。2分近く出られないんですけど。みんな頑張れ。ちょっとあれだな、高コスト期待できすぎて死にまくりすぎてるな。これは低コスト入れないとダメだな。ジムとか、ハービーが殴られてる。ジムとか。ちょっとルナールさん、デッキ見直そう。宇宙ちょっと高コストすぎちゃったわ。火力が高いのはいいんだけど、タイムがね、タイムが厳しすね。もうちょっとこのタイムにするなら知らないような戦法を取らなきゃならないね。うわ、怖。ありがとうございます。おいよ、ポアプさん頑張れ、頑張れポアプさん。ルナールさんにできるのは応援することだけだよっていうか、1取られそうなんですけど、あー1取られる、1取られるよ。行くぜ。あ、行ってください。殴ってファイトファイト。ダンデー。あれ一瞬にして消えたのが見えちゃったんですけど、ポアプさん。いやダメだね。そうだね、こっちもネズミにあんまりいけないで、あんまり叩けないのに、ジオンには殴られ放題、殴られてるっていうこの構造がな、なぜなんだ、なぜなんだ、なぜ、どうして。しかもなんか拠点 A の上側のところにさ、いやらしくも誰かレーダーを、あーやめて。しかも補給艦出たんですけど、相手のなんだよ、なんなのさ、なんなのなのよ。沈め、出たいなり出たいなり、早く出たいなり。あー残念ですね。とね、あら、あれが出ましたけど、強襲艦。いやでもそんなことより4取り返しに行かないとダメなんですよ。おー、うはー、めっちゃくちゃ、おーっと待て、今なだれかと。逃げましょう逃げましょう。まだ生きてる。むしろなんていうか、相手がなんかこうミスってくれたおかげで助かった。そしてバズーカはなくなった。まあ、いや B とかね、また、まあ、また来てるよ、いくらでも来る。まあちょっとバカにされてるような感じ。まあ必勝パターンなんでしょうよね、まあ、そして今度またこっち。損傷の激しいものはこれで終了。ジオンがやり方を確立してるよね。まあでもこんだけね。あ、おっと落ちた。やられた。敵の力量見誤りましたね。なんか人が少ないような気がするね。おー、4カツカツだし、 A はそうかね、みんななんか散らばっちゃってるんですかね。自軍戦力ゲージが残り 30% になります。まずいかも。あー、どうした、どうし
て。状態をキープできるか。作戦時間は残り1分を切りました。敵のミノスキー粒子散布により一時的にレーダーが無効化されます。修理さえすれば元に戻るから。悔しいけど状況に構う日はない。いいところに当たりました。ああ、もう弾かなぁ。いただきだ。ああ、くそ。硬いんだよね、ギガンパン。ああ、そう。攻撃機体は激硬ってか、最終的に4番も1番も取られてるし、シューがタコ殴られてるし、やめてぇ。なにこれ。なんだ、ビンをやられてるし、なんかすごい勢いであっちもこっちもだなぁ。あ、終わった。終わってまったー。いやークリアでした。ザンパー負けるはちょっと取れたかな。そうっすね、まあ若干取れたぐらい、若干。あ、21いきました。9期だよ、全然違いますな。うん、これが経験の差というやつか。まあなんか諦め防衛撃破みたいな感じ。あー、前には出ませんみたいな。いやでも一応ちゃんと本拠点まで行きましたけど、でも惜しかったね、ルナウさん。あー、そう、最後のあそこね、やっぱ銃撃機体ではちょっと無理があったかなと。うん、いやちょっと宇宙デッキ見直していきたいと思います。はい、はい、では今回はここまで見てくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。バカ野郎、素晴らしい。